ここは何もない？ん？あ、こっちからこれで下に潜れる。おお、お、あ、すごいね。これも水が空中に浮いてんだ。さっきも岩とかなんか天井じゃないや、岩とかが空中に浮いてたりとか、宇宙じゃないんだろうけど変わった世界だよね、これは。でもさ、なんかあれだね、よく考えたらこういうこう変わった世界っていうか、こういうのを変わってるなって思っちゃうのがちょっともうおじさんになっちゃったなって思うところでもありますかね。子供とかだったらすごいこう自然にこういう世界を受け入れれちゃうのかもしれない。感性の違いなんだろうけど、そういうのはちょっと悲しいね。なんか当たり前のもう常識でしかものが見れなくなっちゃってしまったけど、これは？ん？これはどうなってる？ドスンってやるとちょっと音がでかく出るか。あ？この声はひょっとして違うか。ロボットくんだかなと思ったけど、気のせいか。なんか、あんな鳴き声じゃなかったっけ？今、キロキロっていう音が聞こえたから、あの声がロボットくんの声かと思っちゃった。まだ未練タラタラな感じですロボットくん今頃どうしてるかな。まだ僕は LINE の連絡先は消してないよ。ほいドン。ちょ、なんか今のキモかったな、ちょっとごめんなさい謝っときます。でもそれなんかよく言うよね、女の人は別れた元彼のこう連絡先とか一発でもう消したりとか、なんかもらったものとかもすぐ質屋に持っていくけど、男はずっと未練たらしくこう、ね、連絡先を残しておくとか、なんかそんな話聞いたことあります。なんかやだよね、女の人にとっちゃさ、今の彼氏が昔の彼女の写真とかを五章を大事に持ってんのってなんかちょっと嫌じゃないまあ別にそれを非難してるわけでもないですけど、人それぞれだと思うからさ、そういう考えは。そう、恋愛に対する考えも人それぞれだし、好きなゲーム実況者に対する考え方も人それぞれですよ。俺は新助と加藤純一と高田健志が好きだ。お前はアニジャオトジャが好きだ。それでいい、それでいい。これはどこに行けばいい？これどうすんの？もっと高いところから飛ぶのか。だから、あ、ここにいるね、赤い鳥。これ見えてるかな？なんか、不安になってきたな。俺、多分、あんまりさ、実況っていうか、動画撮るのもほとんど初めてだから、あ、これまだ中にいるのか。動画撮るのほとんど初めてだから、なんかこの赤い鳥とかさ、小さいから、ちゃんと、録画の、なんていうのかな、あれで、エンコードとかの時に潰れてないかなってちょっと不安なんだけど、見えてる？これ赤い鳥みたいなのいるの。まあ見えてなくても雰囲気楽しんでくれれば私は満足です。ダメだ、クソ、ちょっともうちょいギリギリ攻めないとダメだな。水の位置を起点に考えるか。ここ、はい、で右に行けば
うん、だいたいあれだね、3回やればできるようになってる。いいバランス。おじさんでも3回やればできる。これが今のゲームに求められてるバランスです。はいはい。音なくなった。でかいねこの歯。しかし、あ、これはまたちょっと変わった感じの世界になってきたけど、ここはいけないかな。あ、あ、え、どうなったのこれ。凍ったってこと。おー、そういうことなんだ。へー、あ、え、あ、どういうこと、どういうことかわかんないけど、まあ多分これはなんかこの仕組みを使ってうまいことやればいいということでしょうか。はい、うん、うん、飛べない。あーっと、凍っちゃった。よいしょ、なんかわかんないうちに行けないかな。こう、あ、時間で凍る、ひょっとして。じゃあこうやってここにこれ作って、で右側に行って、で飛ぶとダメか。ちょっと違うか考えが。よいしょ、違うな。でもやっぱここを凍らせて、あ、ダメだ。違うのかな。あれ、いけなくなっちゃった。もう一回、ここで凍らせて、で、こいつを足場にして飛べば、なんとか、ここいけんのか。こっち行ってみよう。こっち行って、こっちは下がらない。重くすると下がるか。で、こうやれば右はずっと下がったままになってくれるから。あ、でも、これ、あれか、なんかあんのか。なんか壊さなきゃいけないんだな。じゃあ、上に行かなきゃいけないから、ここら辺に足場を作る？違う。ここに足場作るか、一回。こうやって、で、右に行って、下がんないのか。難しいな、なんか。こうやったら下がるんでしょう。で、右に飛ぶ。で、足場作る。そうすると下がっちゃう。先に足場作って、で右に行ってドッスンして、あ、下がんない。ん、どういうこと、ちょっと待って。上に行きたいんだ、この丸く光ってるビットので、ドスンやりたいから。どうすりゃいいんだろう。ん、これどういう仕組みなの。こうやると重くなって下がるんでしょ。で、これで俺が左に行っても下がんないんだよね。で、これ多分、ドスンやると下がっちゃうから、こいつの上に、自分の上に乗れる？自分の氷の上には乗れないか。どういうことだろう。乗れないよね。乗れない乗れない。でもドスンやったら、こっちは、ドスンやったら、で凍らせたいけど、そうすりゃ上届くもんね。ん？空中でも凍らなかったよな、さっき。もう一回空中で凍らせてみよっか。こう。ダメか。空中だと凍んないんだ。どういうことだろう。
ちょっと分かんなくなった。ここで先にこれやっちゃうとダメだよね。さっきやったもんね。これこうやって右行っても、これドスンの重みが足りないから上がんないんだ。あ、なんか言ったぞ。ちょ、このなんか分かんないけど言った。なんか今いい感じになったよね、一瞬。このタイミング？ん？そういうこと？これ下がんないから、ここでこの状態にしてると、こういうことか。ちょっと待って、でもこれ、いけない。いけない、そこに行けない。そこに行きたいけど、いけない。そっか、だから、あ？ちょっと待って、なんか考え違ってる、ひょっとして。これ、回すと、ん？やばい、なんかもう、ちょっと大混乱してるんだけど、とりあえず、ここのタイミング、違うわ。ここでドスンってやって、で、凍らせて、で、左に行って、で、ドスンやって、この状態で待ってると、上にこれができて、この状態で右を下げて、で、左に行って、あ、こうか？近いかな？合ってるかな？もう一回やってみっか。こうやって、何をやりたいか、これ伝わってるかな、俺。で、これ下に下げようとして、あ、左右逆になっちゃったけど、まあいいか。で、ここ下げる。で、それもう一回右に行く。で、この上に乗る。で、さらに上。ダメ！無理か。え、無理か。あ？無理なのか。あとなんか、もう一個気づいたのが、あ、わかったかも。もう一個気づいたのがさ、こうやって、これ下げるじゃん、こいつをドンってやって。その時に、このビットの下が一瞬開くのね。ほら、回転して。で、あれなんかあんま関係ないかなと思ったけど、おそらくあれだわ。で、じゃああれどうやれば、開いたままにできるかっていうと、多分この左と右を均等な状態にすれば開いたままになるんだけど、そのためにはこうだ、足場として使うんじゃなくてこうやるんじゃない。で、こいつの上から、あー、でも分かったでしょ、なんか俺が言いたいこと。こいつをこうかますわけよ。で、ちょっとスピーディーな。OK! こうだ！こうだわ。こうなんだけど、こうなんだけど、これ、どうすんの、最後。あと一歩届かないね。あと一歩。あと一歩、どうやって届く？あ、これ乗れるか。あ、OK！あー、行った。よかったー。危ねー。これ、カットしてるかな？ギリギリ耐えてるかな？多分、俺今、これ、チャンネル登録者数、4人なんだけど、4人仮に、もしよ、もしそのチャンネル登録してくれている4人がフルで見てくれているとして、今の場所で、おそらく、2人ぐらいは、少なくとも脱落したと思う。あ、これも1個しかまだできてないのか。だから、多分今これ、ここまで見てくれてる人は、あなたです。あなた、今ここまで見てくれているあなたは、数少ない2人のうちの1人だと思ってくれていいです。ほんまか。ほんまか。なんかアラーム鳴った、ね。さあ、こっちはどんな仕掛け？あれ、ちょ待って、ちょなんか LINE 入ってるから、ちょっと待って、ね、
ちょ、ライン。大丈夫か。オッケーオッケー。よし。オッケー。最高。ここはまた氷を使うパターンかな。ドッスンかな。で、上に乗るだけじゃ多分いけないよね。うん。そんなやわな仕組みじゃないのは分かってる。なんとなく。こここそ空中？空中ドスン？空中ドスンできないんだよな。なんだろう。あ？今ちょっと不思議な動きした気がするな。違うか。ん？やばい。また詰まった。もうギリギリにこうやる。なんか違う気がするけどな。えい。違うね。ん？なんかあれだな。さっきよりヒントがちょっと少ないんですけど、もうちょっとヒントが欲しいです、私。ここで凍らせてみてもダメだよね。これ、あ、ん？ここは、あんま関係ないか。ここら辺にやってもあんま関係ないよね、おそらく。こんなんやっても意味ないもんな。この上にさら、あ、そういうことか。わかった。なるほど。あれ、さっきもこの方法でいける？ひょっとして。いけた？あんまり気づいてなかったけど。ドッスンして、上に乗った状態でキープすれば、上に行けるんだ。そっか。気づかなかった。うん、でもいけた。ちょうどいい難易度かもしんない、本当に。さあ、次どうなる？ようやくこの地下の世界から抜け出せます。地下なのかな？なんか勝手に地底湖みたいなイメージしてたけど。ん？お、潜った。押す。おお！泳げるようになった、今度。ちょっとなんか鳥みたいじゃない？なんか途中に出てきた。違うかな？ほら、なんか周りの人じゃないけど、この魚と似てる見た目が、エイみたいな感じ。うわー、すげえ。あれ、ここはどこ？ここは地上なの？水に浸かった地上？それとも、いや違うよね。だってさっきの水晶クリスタルみたいなあるとこ、これまで見なかったから。ここはやっぱ海底なのかな、もともと。あ、ビット、もともと海底なんだろうね。でここは下、水がなくなって降りてく、でさらに下に降りてく。あ、6個も集めんの？マジで言ってる？マジで6個集めさせるの？ちょっとそれは、あれ、これこっから下はいけませんよってことか。勝手に戻されちゃうな。6個集めんの？マジで。ちょっと疲れたんで、ここで一旦切ろうか。ここで、はい、この6房星だよね。6房星の真ん中で次回またお会いしましょう。さようなら。